総合 TV のお時間です。今日の動画なんですけど、先週の続き、愛さんお願いします。はい、お願いします。はい、ということで愛さんなんですけど、360もうすぐ決めちゃってで、次何やろうということで、次はちょっとランプを使ってみたいと思います。頑張ります。で、またちょっと前回の動画見てない人のために、ちょっと軽く紹介ね、スラックラインやってます、いちです、お願いします。ぜひぜひインスタだったり YouTube も、下に貼っとくんでチェックしてみてください。はい、でならいきなりこれっていうのはちょっとやばいんで、まずもう誰でもできるバンクからちょっと折り方を教えて、でもうちょっと次は早い、もう1ステップしかない。はい、ということで、まずこれ絶対誰でもできるんですけど、まず足のスタンスだったり降りるときの、まあ、場所をちょっと教えますね。でまずスクーターをこれランプだと思ってくださいね、半分出すんです。 OK です。で前足を乗せて、で後ろ足で完璧。ちょっともう一個だけ、ちょっとだけ急な。あ、了解です。で、後ろ足で。あ、ブレーキ。あ、オッケー。やばいそれは。あれね、本当に半分出して、で力入れすぎるわ。で、後ろ足でサポートしたり。怖いけど行く。怖いけど行く。あえ、やばい。全然問題なし。え、怖っ。なら、はい、次は降りて上に上がる。降りて上に上がる。オッケー。ならちょっと、え、やばい、すごいスムーズだった。あんなに簡単に降りた人まだ見たことないです。しかもさ、いつもみんな怖い怖いって言ってさ、怖いけど行く、すーみたいな。怖いけど行く、怖いけど行く。あなら次、向こうに上がれたらもう最高。最高ですか。こう、まずもう降りて、はぁ、怖っ。怖いよ、相当。行くぜ。おっ、あー、で降りるときにちょっと膝曲げながら漕いであげると、さらにスピードがつける。ふんって感じ。ちょっと登るときは前体重だけ。ちょっともう一回見せるね。こう半分出してちょっと漕いであげる。で前体重、前体重なのか。それ壁が一つしかない。ダン。そこまでいいところ。やばっ。次絶対いける。よし、ちょっと決めます。いや、やば、あとちょっと。あれ違った、今やばい。膝のクッション。でもし次いけそうだったら、もう一個スピードつけやすい方法があって、半分出してこう両足に乗っちゃう。あ、それやばいね。それやばいね。そっち行ってた、これ。もうちょっと出す。本当に。で、引っかかるんだけど、もうそれは無視。無視。もう引っかかるんだけど、もう無視。引っかかるけど無視。オッケー。今日の動画
たいと思います。リプレイしてみましょう。今のはまあ本当は OK です。でももうちょっと距離出したいそうなのでもう一回行きましょう。ああ惜しい。ああ惜しい。あ、見えますかね。雨降ってきたんで。ナイツキ君ラストで。頑張ります。ラスト。オッケーじゃない？今オッケー、しかもオッケーです。よかったです。いや見てください、雨めっちゃ降ってきました。ということで、まあいいね、コメント、チャンネル登録と、いつきくんの、YouTube だったりインスタもぜひぜひ下に貼っとくんでチェックお願いします。お願いします。ありがとうございます。